グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。雑草に悩まされず快適なお庭へ大雑草に悩まされず快適な空間にしたいとお話がありました。当初日当たりの良いお庭は芝生を植えていました。雑草をすべて抜いたら次はお庭にテラスを作ります。お庭の一部に黒い土が見えるのはプランターに入った濡れた土です。プランターに入っていた土はそのまま乾かしてお庭で再利用します。テラスの脇には植木も予定しています。目隠しを兼ねた植木はバランスを見て2本植えることになりました。植木の種類は色違いの常盤満作です。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。